はい、おはようございます。今日は、今、長崎のスカイホテルっていうね、ホテルにいますね。で、こっから今日は佐世保を通って、どこだ？平戸か。平戸通って、行き着き島っていうところに行って、最後は松浦市っていうところに宿を取ってますね。だいたい200キロなんで、距離はまあまあですね。まあ一番は天候ですね。まあちょっと曇り予報なんだけど、今もうちょっともやってますね。まあそこをちょっと気をつけて、行きたいと思います。はい、ちょっとだけ回しますね。長崎の町をね、出ましたね。で、今ここは西海岸の、通称長崎サンセットロードっていうね、海沿いの道なんですよ。本当はいい道なんですけど、ちょっとこの天気でね、回すとすぐカメラに霜が降りてきて、ダメだね、これね、本当に。本当はね、大絶景ですよ、ここ。海がね、ずっと見えて。ほら、こんなんですよ。今どういう風に画像に映ってるかわかんないけどさ。本当はすごいいい道ですよ、これ。ところが、ちょんちょんですね。ここはね、長崎サンセットロードの雪の浦っていうところですね。天気が良ければ最高でしょうね、ここね。この道ね。天気が良ければだけど。現在地はずーっと来て、ここね、雪の浦。まあ、もうちょっとずーっとまだ続くんだけど、佐世保の方に行くにはちょっと内陸側行った方がやっぱりちょっとね時間がいいんで早く着くんで、そうしようかなと思って本当あれだよね、大島とかね渡って行って観光すればいいんだろうけど、ちょっとやっぱ今日は
もっと北の方にね、宿取ってるからそうもいかないんで、ここで休憩したらもうあとちょっとサンセットロードは途中でやめて、もったいないけど、内陸の方に入ります。はい、もう少しで平戸なんだけど、ちょっと車のペースが悪いんで、疲れたからちょっと休憩しますね。はい。はい。雨の中、やっと平戸大橋に着きました。今カメラを拭きましたが、多分もう濡れてるでしょう。土砂降りです。いやー、参ったね、これ。全然雨さ、やまなくてさ。全然じゃねえだよって感じだね。まあ、まずはちょっと平戸のこの大橋を渡ってちょっと考えますね。行き着き島まで行く頃にはもうどうしゃべりだってはずだね、もっと。ということなんで、まずはちょっと平戸で少し、休憩を取らなければいけませんね。とてもじゃありません。平戸大橋でございます。写真撮ってる上もございませんね。はい。雨です。雨。すごいね、平戸。とりあえず、長崎から走りっぱなしでしたね。で、平戸まで。まあ、本当は佐世保寄ろうと思ったんだけど、それ余裕ないね。本当は雨で。あれ、平戸大橋ですね。ずーっと。で、今、ここ平戸、なんだ、公園？平戸大橋公園なのかわかんないけど。そこでちょっと休憩だな。で、雨の様子を見ながらどうすっかだね。一応、雨雲マップ見たら、まだちょっと大丈夫そうなんで、仙台峠ぐらいまでは行けそうだな。ということなんで、速攻できます。はい、仙台峠かな？川内って書いて仙台だと思う。峠の展望所着きましたが、展望は見えません、もちろん。致し方ございませんね。これはいかんな。これは、いくつ来てもらっても、何も見えないんじゃないか、これ。ちょっともしかして、どうなんだろうな。今日、泊まる宿からの距離を考えて、リベンジした方がいいのかな。まあ、天気によるんだけど、もちろん。だってほら、霧の中走ってるようなもんだよね、これね。ここ仙台峠に向かってる道です。多分、景色が良くて、なおかつ、緑が映える場所じゃないかと思うんですけど、カメラは曇り、景色も霧で曇り、何も見えませんね。はい。あとどれくらい？あと1分だってさ、そこ1分で峠らしい。
なんも見えんぞ。これはいかんな。まったくもう九州ツーリング、雨にやられるね。目的地はここ峠なんだね。どれ？ああ、書いてあるね。あ、そうか、仙台だ。川内峠だって。川内峠ね。全くもって、景色ありません。明日どうするかはまた別にして、とりあえず、行き月島そっちの方にちょっと向かってみますかね。本当に、しんどい。今ちょっと標識見ましたね。行き着き島ですね。長崎サンセットロード。まあ、それはさっき見た。ここもサンセットロード。行き着き大橋まで、ここからだいたい8キロですね。直線で多分8キロだったんだよね。ところどころにね、長崎サンセットロードって書いてあるから。あれなんでね、今日、午前中に撮ってた長崎サンセットロードって、この行き着き島、そこが終点って感じなんだろうね。行き着き島までサンセットロードは続いてると、そういうことのくくりなんだね。そりゃすごいよな。はい、雨の中、行き着き大橋にたどり着きました。いやー、さっきの平戸大橋は赤いけど、こっちは水色なんでね。うん。ようこそ、行き着きへ。あー、まあ、さすがに、海まで曇ってることはないから、いいね。いいね。こう、天気や。これ、羨ましいね。これが行き着き島か。これがじゃねえか、行き着き大橋か。あれが行き着き島か。上が白くて何も見えてないけど、行き着き島だ。はい、行き着き大橋です。ずーっと回って、ここ行き着きの道の駅ですね。10分でサンセットロードの行き着きサンセットロードかな。真ん中ぐらいまで行けるんで、もう行っちゃおう。よっしゃー、行き着きサンセットラインだかロードだかだ。ちょうどいいね。ちょっと雨も少し晴れてるぞ。ザーザー降る予定なのに、これ神様のおかげかな。棚田も綺麗だね。よしと、一気にじゃあ一番上の灯台まで走り切るかい。お天気様、お願いしますよ。海だけかなと思ったら、阿蘇みたく牛のいる牧場みたいなところも通るんだね。内陸も通るんだ、こうやって。すごいな。すごいぞ、渓谷みたくなってる。すごいな、崖って感じだね。おー、すげえ。素晴らしいね。あえて言うなら小川半島に近いけど、そこよりもこう岩の感じがガーッと登っててね、なんていうかな、自然の荒々しさを感じるね。うわ、すごい、いい景色。あ、カメラ止まってたら最悪だな。山もさ、こう崖だぜ。でそこに棚田があるんだもん。すごいね。素晴らしいね。
セットロード。素晴らしい。やばい、降ってきた。まだ十何キロあるからね。知ったね、これ。見てくれ。見てくれってカメラに映ってんのかな、これ。素晴らしいね。すごいな。すごい。なんか一見するとハワイの山みたいだね。緑のトップと。ウォーだぜ。素晴らしいね。一番好きかもしれないな。いや、こんな雨なのに感動してる。行き好き。自慢。はぁ、あ。奥さんの。はぁ、あ。大場へ。灯台到着です。はぁ、あ。到着したけど、ちょっと、煙ってて、何も見えんな。これ上から見ても見えないね、これ。戻ってる方が多分景色が見える感じだな。よしと、大場へ灯台から戻ってまいりました。でもここの方が景色がいい。風車も見えるし、棚田も見えるし、大きな岩壁も見えるし、海側も見えるし、灯台からはね、真っ白で何も見えなかったですよね。うん。いやー、素晴らしいね。行き過ぎ島。天気のいいと来たかった。まあ、こんなもんですわね。とりあえず、あとはもうちょっと、行き過ぎ島の端のとこまでまず戻るっていうことが先決ですね。はい。はい、ここはですね、道の駅、松浦市っていうところの道の駅ですね。まあ、そこですけど。行き着き島から一気に平戸を通り、何も取らず、ここまで来ました。なんか、海の、干潟みたいなのが、大和さんがとこでね。今日のスズライフはですね、長崎を朝出て、雨の中長崎サンセットロードを通り、平戸、行き着き島に行って、行き着き島サンセットロードを通り、大場へ灯台に行き、ということでしたね。明日は、まあ、福岡か北九州どっちかに泊まって、まあ、快活ですね。に泊まりたいと思います。あと、ここからはもうね、名古屋からフェリー乗るっていう、そこまで、まあ、あんまり何も計画してなくて、ただ帰るだけですからね。快活を使ってのんびり帰ると。5月初めに向こうに着くように、まあ、自宅に着くようにね、考えてます。今日のスズライフ以上でした。